はい、どうもこんにちは、ボルスです。ポンズです。本日からは、夏ということで、ちょっとホラーゲームをいろいろやっていきたいなって思います。イェーイ！よし！じゃあ、早速始めちゃうよ。はい、やるゲームは赤い女で、画面、じゃあ、部屋も暗くしてね、ちょっとホラーを楽しんでいきたいなと。はい。思います。いっちゃいます。まあ一応ちょっと起動確認しただけなんで、はい、完全初見プレイということで。はい、やっていきまーす。さあ、結構やっぱね、うん、暗いからね。まあ一応部屋暗くしてるんで。部屋暗くしてるんで。お、てんてんてんと。さあ、いきなりトイレですか。おぉ、どうしてこんなところに？まだトイレって言ってないんだけどね。トイレじゃないの、これ。いや、まあ、トイレしょ。トイレって言ってない段階で君トイレ使ってた。いや、なんかトイレかなと思って。あ、トイレの中入ってんのね、これ。便所飯で追いやられて。あ、ドアノブクリックしたら出れました。はい。で、なんかいきなりぶら下がってるけど。キャリアバッグ？絶対これ死体入ってるでしょ。うん、なんか血がね。と、あと、なんだこれ。お。なんか分かりやすく染まってるな。キスマークで、フがされている。ほう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 。これは下に行け。下に行け。ではないけど。ハートマークにも見えるけど。いや、ハートするタンクだと思うけど。で、これが、まあ、なんか、アイテムなり、手がかりなりが集まったら、こっから抜け出せるとか。で、鍵が揃っている。そうですね。もう、何も調べられないかな。まあ、他の場所、うん、他の場所見てみようかな。あ、そっか、何箇所かあるんだね。そりゃトイレだもん。まあ、そうか。隠す場所はたくさんあるでしょ。通りなく明かりが灯っている。YKFL。YKFL。暗号ですね。これが何を意味するのかっていうこと。私、どっかに入力するんじゃない？なんか脱出する際に使うのかもしれない。のかな？ 3？ 赤い模様。3？ 3？ あ、なんかある。3？ 何が？ああ。皿がある。皿。CD ウォークマン。これさ、乗ってる状況だとなんか掃除しだしそうだよね。ルンバ的な。明かりのところで掃除してんの？やば。俺よりなくなってる。電気だ。芳香剤があります。これな結構iPad で見る、iPad で見るとすごい暗いんですけど、なんていうかね、PC に映ってる画面見ると、なんか。まあ、提督とポルスの方は PC 試食した画面で見てるんで。うん、ポンズはプレイしてるんで、iPad ですけど。だいぶ明るいから、怖さ半減だね、これは。まあでも俺たち、下手だからね、こういうのゲーム。多分明るくしないと見つけられないでしょ。なるほどね。トイレ。これは何？下になんか矢印乗ってる。ああ、下の矢印はトイレから出るよう矢印。はい？あ、違う違う違う。いや、壁。壁に下向きの矢印があるってこと。ね、嘘。暗くて全然見えない。見えないよね。本当に出力されてるところを見ると、マジで赤いのがスーって通ってるなってわかるんですけど。あ、でもこっちからもなんか赤いものがね、うん、あるよね。フラスコ的なやつ。まあ形的にはフラスコだけど、フラスコじゃないよな。コインが落ちてるんだけど、でも、一応暗いってことなんです。暗くて何にも見えないし、何も取れない。懐中電灯でもあるよ。あ、なんかここにもキスマークついてる。いや、ついてるんだけど、多分ここはまだ暗いから、あとで回収するってことか。でもできないんだろうね。どうせ。でかくない？封印された部屋。封印されしき屋根が。ここだけ時代が違うよ。入れないか。さあ、全部見たんで。一応全部見たじゃん。拾ったアイテムかな。持ち物チェックしてみる？はい。はい、手紙まず。使う合成分解ってのが。合成ってなんだろうね。キスマークで封印されている。とりあえず中身ベリッと見るか。ベリッちゃおう、ベリッちゃおう。ベリッちゃう？はい、うん。あ、お写真と、鍵が出てきた。おお。どこかの鍵のようなで、鍵って言ったらやっぱ左のさ、ペンキが。とりあえずじゃあ、ウォークマン分解してからにしよう。あ、ウォークマン分解する。あ、ウォークマン分解する？ウォークマン。ひっくり返す。電池がある。これは電池が取れるかな。CD ウォークマン。CD ウォークマンってね、今時な。今はもう MP3 だもんね。写真怖くね。気持ち悪いな、こいつ。それも、あなたの愛を確かめたい。わお、ヤクルさん？マジで。マジか。あなたの愛を確かめたいか。鍵分解できないの？鍵。鍵まで言う？鍵いいの？それはなんか。あ、できない。できない。最小単位なのかな？
写真は無理。写真？写真分解する？うん。バラバラにするってこと？バラバラにした。うわ、ほどほどほど。片方男の人、あ、男か。顔に穴が開いている不気味な女の写真だ。じゃあもう一回分解だ。いけんのか？女の写真をまず分解してみる。あなたの愛を確かめたい。焼きスマーク二つ目。これ集まるといいことあるんですかね。まあ、ただの出資予想だと思うけど。うん。あなたの愛を確かめたい。分解は？分解。無理ですね。いいですね。アイドルマスター。アイドルマスターのコマーシャルが。なんかさ、眩しいんだよね、アイドルマスターの子だけ。分解はもう何もできなそうですね。あ、はい。じゃあ、その日鍵使うか。どっか鍵かかってたの、こっちも嫌だよ。左側だよね。左側だよね。それ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 。あ、鍵を。じゃあ、使う。鍵を使う。使う。で、あ、開いた開いた開いた。開いたの？開きました。ガチャンって落としたよ。行きます。はい。はい。はい。よくあるトイレ。よくあるトイレ。あ、拾えた。ゲット。これコイン何に使うんでしょう。コインは？左上でコインクリックしてみたら。あ、課金コーナーでしたか。課金コーナーかこれ。コーナー。あー。コイン。あ、使い道。コインってヒントを見ることができます。コインはいろいろな場所に隠されています。まあまあ詰まったらね。ってことで。マーク。すべて集めるとどうなの？愛がもらえるの？いや、いらない。絶対ろくな愛じゃない。お、あ、回収電灯ゲットじゃん。あ、電話が、電話鳴ってません。何かが起きるよ。ちょっと、え、振り向きたくないんですけど。いや、とりあえず電池。回収電灯に入れようってまず合成して。よし。よし。じゃあ、それでフラン、オン。オン。お、はい。いい感じ、光あれ。光あれ。どこかで携帯が鳴っている。ひどいってことだよね。あ、でも後ろ向いても何もなかったね。後ろ向きたくないなぁ。でも出なければまず何が起きるってことはないでしょ。方向剤照らせないの。何これ。あ、なんかある。キスマークがついてる。真ん中の便器。真ん中の便器？とりあえず携帯拾いって出てくるわ。携帯拾いってこと。いい、拾いたくないなぁ。中？まあ便器、あー、全部強制的に。あれ？左側？左側の便器を押した。左側の便器を押した押した。じゃあ便器押したけど。個室の中。なんかあったよね。うん。なんか線が伸びてます。その一番上、ほら。あるあ。そんなに怖がる要素じゃないぞ、携帯電話しかする。いや、よく考えてみ、これ。じゃあ、誰かいたってことだよ。下から拾えない。下から拾うしかないってことは、下に手突っ込んで拾うんだよ。そういうことですよ。じゃあ、モップ持ってくる、モップ。なんて拾えないよー。え、拾えるし。これ。はい。誰だ？非通知かよー。これ怖っ。なんか、現実世界でも非通知怖えもんな。もしもし誰だ、思った。なんか、荒い息が聞こえる。拒否。誰だ？まあ、みんな思うでしょうね。そうだ、ね。警察に。どうすんの？警察って次元じゃねえだろ、この空間。いや、てか、その前におとなしく、窓割って出ようとか、そっちが先じゃないの。いや、とりあえず、じゃあ探索続行で。探索続行。あ、コイン落ちてるね。意外と落ちてるね。おうわ、娘と父親が事故死、祖母も先日から行く。祖父ね。祖父か。行方不明か。どこにあったのこれ。あ、自殺を図ろうとしたが、死にきれずトイレで首吊りを実行。マジっすか。ひー。なんか出てる。おはよう。あ、メッセージっすかこれ。こんばんは。あれ、こっちから送れない？送れないのかな？なんだ。マジ？一体誰なんだ。まあそれ他人の携帯拾っといてメッセージ来たらお前は誰なんだってのもひどい話だけど。確かに。とりあえず個室内探索しよう。個室内したいね。しきれなかったからしてみようか。あ、そっち。こっちあんまり。モップとかが手に入る。あー、無理か。無理だね。武器欲しかったな。戦う機会よ。あー、これはいいよ、とりあえず。数字なんですね。了解よ。IQFL? IQFL 入ってた。ここはよく咲いてて開かないでしょ？キャリーバッグの中も。まだダメ、そうですね。じゃあ個室行こう。個室入ろうぜ。じゃあ。おう、やりまし。あ、開いた。汚い。そら、そらそうですよ。中なんもないんだよね。
なんだー。おー。なんだトイレットペーパーのホルダーと、あ、キスマークついてる。キスマーク、ゲット、もうないですよ、ね。さすがにね、エンドレスは、流せないの。手形がある。流す流せじゃん。あ、水道来てるんじゃん。水道来てるね。やったね。それは知らないね。え、なんだろう、でも。隣の部屋とか入れんのか、これで。言うて下見ろって書いてあるけど、なんか、特に何も。うん。ん？ボルトで固く閉じられている。なんだそら。左側は？あ、右側か。何かのキーボードだろうか。わかんないな。コインをしますね。あ、ほい。こう欲しい。こうもない。まあな。てかさ、そんなに、右の方のゴミ箱的なのは、うん、右を。三角の。まあ、関係ない。何もできないですね。じゃあ、小便器。小便器小便器のあの、あったね。あ、芳香剤。あまり触りたくはない。縁がちょっと。お。何これ。バーコード ?65。わかんねえな。これ、あそこの数字かね。6号なんだろう。え、6ってなんでわかんない？え、なんか6に見えない？あ、確かに。6号、でも1、2にも見えるよ。1、2。1かなぁ。なんかとりあえずさ、そのドットを、ドット2列分でさ、1文字っぽい気がしない？そうすると4文字になるじゃん。そしたら6号じゃない？じゃあ6号、でもその後は？そうなんだよね。最後3だよね。3かな？いや、最後3文字目3ではなくない？6513じゃない？多分ま、中央の列に縦線。なんか、さっきまで見えてますよね、おはようございます。おはようございます。メッセージ来ない、うん、多分さ、うまくあるよ。え、どこに？左に。一番左の便器。一番左の便器。いやー。あれ、中央。じゃあ6号、ま、したんだ。それ言ってみ、うん、真ん中に縦棒追加すると多分そうなる。ちょっとよくよく考えてみてよ。さっきのキスマーク、つまり、便器に、したってこと？そういうことだけどさ、今それ気にするところじゃねえよ。マイケフェードじゃあ、とりあえずなんか入力してみますか。はい。なんだっけ、6、5。1、3。4、5、6、5、あ、奇跡。ありがち。3、3、6、あ、違う。開かない？どこ？開けないです、ね。下に怖くない？無理か。入力して、どっか。うん。開かない。あれ？開かない。6513ではないのかな、うん、ああ、そういうこと、6513じゃない。もちもち。方向ボール。方向ボール。分解。あ、分解だけ使えない？合成。合成？写真の匂いが。これと合成じゃない？いけるいける。穴開いてるしって思ったんだけど。男の写真裏返せないの？男の写真は裏返せないね。ああ。使う。方向ボール、使い方。トイレに流すの？あ、トイレに流す。ああ、トイレに流す。水が溢れるだけだけど。ああ、そこついてるやつか。うん。じゃ、そん、使える？もうセットしたからもう、開け閉めしかできない。いないな。うん。あれ？もうすぐ積みそう？もしかして。いや、まだまだまだ。なんだ？何の記号だ？なんかやれってことだよね。うん。でも、方向ボール投げ入れられないしな。やっぱ、じゃあ奥の、突き当たりの壁面何もないよね、今のところ。うん。ここなんかないのかね。ああ、ここは調べてなかったね。鉄格子。それは、それは。
逃げられない。あの、鉄、その下の最低通気口みたいなのがない。これもなんも。コイン。コインだ。やっぱさっきの暗号解くしかないこれ、か、あ、キャリーバッグ？うん。キャリーバッグ、懐中電灯つけてから調べてないよね。でも多分キャリーバッグでしか出てこない。出てこない。うわぁ。うん。キャリーバッグしか出てこない。拾いたいんだけどな。でもこの3使えそうじゃない？うん、どこで？どこで？ YQFL。やっぱさ、キーボードの数字キーで YQFL って何やる？数字キーある？ない？数字じゃないでしょ、だって YQFL は。ないかぁ。この下の、これなんだろう。これだよな。繰り返してみるけれど。ダメだ、6号にしかさっきから見えないな。6号。わかんないな。1、2。この点 ?1、点？点の数数える？関係ない気がするんだよな、これは。10。うん。1だにしか俺見えなくなっちゃってるな、もう感じ。数字だもんね、なんか。おはようございます、もう一回できないの？あ、そっちじゃなくて、窓からおはよう。出られない。出られない。こっちは流せない。こっちは流せないかな、うん、流すってここで合ってるの？合ってる合ってる。あ、そうか。学んでしまった。まあ、それまあまあ、見たことなくて、と見たことないけど、入ったことなくて、当然じゃ当然か。これから、お、何？回るのかよ。置けた！は？溢れる？え？何？何？え、水流し続けられないのこれ。え、流し続けられません。ちょっと待って、フォークボール置いた意味は何なのこれ。よくわかんないね、これ。なんか、置いちゃって、しかも取れない。は？なんかシュールな光景だったね。反対側の、そっちは何もないのか。何も調べられませんな。あ、そういえば、フォルダー自体を調べてないよね。ああ、もうロックされてるものとして扱ってたね。うん。そこの鎖は持ってても引っ張れないから。引っ張れませんね。これは見たしね、拾えないのね。拾いたくねえなぁ。あ、これ使う、うん、使ってなんか、ああ。特に反応はないね。使えませんね。やっぱあそこの鍵かな？だね。この暗号的なものを解読しないといけない。YQFL と3、鏡に3が書いてある。3。まあ。YQFL。だめだ、方向ボールしか見ないかな。画数？画数。まあ、開けませんよね。開けませんね。あとは、やっぱこれ、なんだよな、ね、中央列なんだよな。これなんだ ?6533 かと思ったけど、3ではなく、さっき点の数が1だとし、モード信号。するよ。点字。わかるわけないか。点字で棒はないでしょ。そうね。棒、は、ちょっと待って。
九？ん？どれが？点があるじゃん。この点を一個を一だと考えれば、一番右が八で、その次が三になるのかなとは思ったんだけど。この単に点を一だと仮定すると。数えるってことそれで。そう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 。とすると九。一二三三と。9838とか ?9838? まあ言ってるから。数え間違ってたらあれだね。9838ね。1、3、8。なのだよ。もう一個。開かない?解くとかでも開かない?得するとコイン買える。入れるね。さあ。YK フェードと合わせるんじゃない?なんか。どう合わせるか。そこなんだよ。なんだ YK フェードって。これに YK フェードに合わせらんないんです。1233。1233。どういう道理それは。単に点の数だけ。はい。開かない。開かない。この赤いのとか気になりますね。これね。この3の数字が絡むかな。多分、この3絡みそうだよね。3。3? なにこれ。とりあえずね、調べました。はい。懐中電灯消してください。で、便器、大便器、個室の方行って。懐中電灯消すってことが必要なんだ。あそこで一回つけて確認した方がいいか。一回つけて、矢印確認した後、うん、出て。は?は?エンドスタート。そういうことがあるみたいなんで、それを使ってください。ね、え?とりあえず、便器閉じたら邪魔だし。闇で見えるの ?1233。うん、だってちなみにこれが隣の便器にも。はい。隣の便器にも?で、あれ?で、もう一回つけてあげて、それ。で、もう一回消す。9002か、これ。さっきの。つまり、さっきのところが9002。つかない。あ、ゼロだ。ここでね、まさかの攻略サイトの力が。0002。うん、で、ちなみに言うとね、さっきの元気の裏に、矢印書いてあったじゃん。うん。あ、この9002の反対側に。あれが裏返せってことらしいので、9002を裏返してください。2009ってこと ?6 だよ。9を裏返して。あ、そういうことか。2009。あ、いたし。はい。多目的反応。てか結構難しいね、このゲーム、普通に。